私も最初の動機はそうでしたけど、悟りたいとか幸せになりたいとか成功したいとか、そういう欲求、欲望、願望があるじゃないですか。でその中で特に精神世界では悟りを得たい。でもその悟りを得たいっていうのはですね、こんな嫌なことがあるから、このことから逃れたいから、早く悟って楽になりたいっていう動機が見え隠れしてたりするんですね。で実はそうではなくて、ここにいる理由があるんだと思うんですね。なのでそれは自分が忌み嫌ったり嫌だと思うことに課題があったりすると思う。だからそれを避け続ける限り、いやいや君もうちょっとここで勉強しなさいと、体験しなさいと、ね、でもそこにあえて向き合っていった時に、ああこういうことなんだなっていうふうに学び終わったら、結果としてまあ本源に戻るっていうか、私たちの理論でどうしてもそのこんな苦しいから早く本源に戻りたいよ、早く悟りたいよって言って、逃避的な動機で悟りというものを求めようとしている傾向が強いと思うんですよ。で私も最初そうでした。でもよくよく考えると、じゃあなんでこういう現象世界を想像したのかなと思った時に、あ、いろんな体験をしたかったんだなと。でそう思った時に、無限だから、例えば少なくとも地球上では今70億通りの体験ができる自分の分身がいるわけですよね。でそれを味わい切らない限り、まさに使命役割を全うできないぞというふうに思った時に、あ、楽しみに来たんだと。だってどこまで行ってもここなんだから、もともとは。だからここで学びきって、あ、もう十分学びきりましたって言った時が本当の悟りで、俺こんなの嫌だよって逃げようとして放棄すると、例えばですけど人間って、まあ、生まれ変わりが、ね、あるないという理論ありますけれども、自由意志があるので、あなたは今回放棄しちゃうのねってやっても、でも魂の学びとしてはまだ残されているので、じゃあもう一回転生していきなさいって言って、同じ課題をまた持ち越してくるっていうことがあるんですよね。だから一個一個その自分の役割をクリアしていって、もともと我々はここなので、もともとここなのに、どうしてここを忌み嫌って、ここからこの現象世界の苦しみから逃れる必要があるのかっていうのが私の理論ですよね。なので苦しいと思うと、やっぱり苦しいと思います。だけど、あ、これを設定してきたんだな、もしくはこの状況を通して必要な経験をしようとしてるんだなっていうふうに、で苦しいけど苦しいという自分をこの辺から見るんですよね。いわゆる俯瞰視点といって、まあ、もちろん苦しみだけじゃないですけども、あ、こういう設定をしてこういう学びをする必要があるから、今こういう人と出会ってこういう経験をしてるんだなという、まさにこの普遍式側の視点、普遍式は体験したがってるんですね、いろんな。なので私の田久保という表現をして、こういう経験をしたがってるのか、あ、痛いってこういう経験なんだ、熱いってこういうことなんだ、美味しいってこういうことなんだ、まずいってこういうことなんだっていうことをちゃんと設定してきてる。そして最後にまた自分に持ち帰る。だからあなたの体験も私の体験も同じ本源がいろんな側面を体験してるっていう、それを思った時に、せっかくこう作り上げたこの体験ができるステージを味わわないともったいないよねって思った時に、もう全然世界変わっちゃったんですね。ああそうかと。でその時にちょっと皮肉的なんですけど、俺は悟りたくないぞと思ったんです。だって悟っちゃったらつまんないじゃんって、一つなんだから。そうじゃなくて、いろんな体験ができるこの次元こそ素晴らしいって思った時に、世界が一転したっていう経験がありますよね。はい。